にちは。こんにちは。さあ開幕オーダー予想、はい、今日は第3弾巨人対阪神です、はい、来ました伝統の一戦東京ドームで。阪神は簡単だったまあまあそうでしょうね。阪神は簡単阪神はねもうなんかちょっと考える時間ずっと考えた他の球団ね、うん、考えた阪神、あ阪神は5か終わった3秒で終わった。いや本当に本当に、まあ、そうでしょうね、まあ、そのぐらいかなって。ただ1箇所だけ悩んだところが阪神はね。お、それはどこなのかちょっと後で聞きます。まあそうだね。で巨人の方は、うん、俺だったらこうは組まないけども、うん、こう組んでくるだろうなという、うん、お、じゃあこれは豊さんの予想というより阿部監督の予想に近いものになったと。まあそうだね、そうだね。分かりました。で、あの阪神と巨人はもうそれぞれね開幕投手はもう発表されているので、はい、阪神が青柳投手で、はい、巨人が戸郷投手というところなんですけれども、はい、さあ伝統の第一戦、はい、いきますか。どっちから、ね、巨人から行きましょう、ね、はい、はい、1番セカンド吉川、1番に吉川選手を豊さんは阿部監督が持ってくるだろうと、うん、そうだね、うん、と思うよ、うん、で2番、うん、ショート門脇、2番に門脇選手、まあ、3番に置いた時期もありましたし1番もありましたし、まあ、でも上位は打たすっていうことからすれば、まあ、2番で使ってくるかなっていうね、うん、まあ、そうですね、左、まあ、そうだね、はい、まあ、青柳だからね。そうですね、もうオール左でもいいわけですよね。まあ、でも、もう元々巨人って左が多いからさ、はい、まあ、左を並べるしかないんだけどもね、うんうん、はい、で3番レフト丸、丸選手はスタメン開幕入ってくるんですか。なんでよいや、そこ競争してるかなと思って。え、競争、いやいや、やっぱり丸の技術力とかさ、うん、そういうのはなかなかまだ追いつかないよ若手は。そうか、それなかなかもつけ、そらお前何年飯食ってるよプロで。昨シーズンがねあまり使われなかった。いや、使われるか使われないかっていうのは、うん、そう、指揮官の腹だから。腹、いや、腹、あ、こっちの、こっちの腹だよすいません。だから、はい、そ、丸は使われてよかったと思うよ。お、でも使われなかったっていうのがちょっと不思議だったかな、うんうん、あ、そうか、まあ、状態もそんなにいい時期が長く続かないというかね、うん、まあ、そういうこともあったにしても、うん、やっぱ数字は持ってる選手だから、うん、もちろんそうですよね、でしょ、うん、だから丸を使ってくるかな。そうか、ということは、まあ、外野手の一人はもう埋まったことになりますね、これ、はいはい、で、はい、ここは、まあ、4番、うん、ファースト、岡本、うんうん、もうここはすんなり何のあれもないですもんね。まあ、何のあれもないね。で次も多分すんなり何のあれもないと思います、うん、5番、はい、サード、坂本、もうここはもう鉄板ですね、4番、ね、5番は、はい、で6番、うん、キャッチャー、大城、多分そうでしょうね、なんかそんな気がします、6番。いや、まあ、そんな気がするっていうかさやっぱ大城ってバッティングいいからさ、うん、坂本の後ろを支えるって言ったら、うん、やっぱそれに打ってくれる人じゃないとね。そうですよね、うん、で、うん、7番がお堂はライ ト, ライト、あ、やっぱりそこはやっぱお堂は使いますよね。やっぱ使わないとわからないじゃない。うんうん、ね、さあオープン戦の時は悪いかもわかんないけど、うん、でも気持ちが入ってきた時にどうなのかっていうね、うん、まあ、そういうところも見極めなきゃいけないし、はい、やっぱこう試合をこなしながら状態っていうのは上がってくるから外国人って、うん、だからまあそういう意味ではそのお堂はをやっぱ外せないよ最初からは。そうか、まあ、だから最初は外さないけどもこれで調子がちょっと上がらなかったら休ませて誰かとかっていうのは十分あると。さあこれ外野手もう出ましたね、丸選手と堂和選手出てしまいました、うん、残り8番1枠ちょっと待ってください。この1枠はルーキーなのかもしくはルーキーじゃないのかっていうことでまずなってきますよね。俺は松原、うん、おっとジョージじゃない、あのね、うん、まあ、最初に冒頭に言ったのは、はい、門脇を本当は8番に置きたいんだよ俺は、はい、あ、で松原を2番に上げたいんだよ。お、はい、逆に言えば松原を1番にして吉川を2番にしたいぐらい、はい、本当の豊さんの予想はですよね。そうそう、でも阿部監督だったら、まあ、予想だからさ、うんうんうん、だからその監督の思考になってものを考えなきゃいけないから、はい、まあ、こうしてくるだろうなっていう阿部監督の、なんでですか阿部監督。何が阿部監督だとどうして豊さんの予想と違ってくるんですか。いや、門脇をやっぱ上位で打たせたいっていうこともあるだろうし、なるほど、うん、俺は松原のバッティングの方がまだ門脇よりはまだ上だと思ってるから、うん、はい、だからまあそこら辺で上位では使いたいなっていうふうには思ってるんだよね。
そしてそのだけど8番に置いたっていうのは、うん、ここに8番ルーキー佐々木っていうのも考えられるんで、うんうん、そうですよね。だから8番に松原を持ってきた。そうか、これ佐々木選手じゃなくて豊さん的に松原選手にしたのはなぜですか。経験値だから。やっぱ阿部監督っていうのはその育成も考えてるだろうけども、やっぱ勝負にこだわってると思うんだよ、うん、でこだわってるんだったら俺松原を使っていくと思うんですよ。あとはそのルーキーの開幕は一生に一度しかない。そうなんだよ、そこなんだよ、はい、だから8番に松原を置いて佐々木でもいいように皆さんに文句言われないようにまあ、しようかなっていうふうには思ったんで、ね、そうかそうか、そこちょっと悩みますね、阿部監督がどうしてくるのか。いやここは悩みどころだと思うよ、うん、ただ松原の経験値っていうのは俺はでかいと思うし、うん、阪神側も松原に出られた方が嫌だと思ってるはずだよ、うん、あの佐々木選手よりもですか。やっぱ走塁もうまいしさ、はい、やっぱ守備にしたってそう、まあ、佐々木もあの遜色ないけどもね、うん、ただ松原ってやっぱちょっと天才的なところがあるというかさ、うん、これが左を差し込まれた時に佐々木がどういうバッティングをするのか、松原をどういうバッティングをするのか、うん、まあ、松原ってやっぱり左もこなしていくからね、うん、ある程度、はい、だから変える必要もなくなるというね、だから、うん、松原で行くのかなっていうような感じはしないではない。なるほど、はい、うん、分かりました。で、まあ、最後が先発の東郷投手というところで、はい、まあ、そもそもはね左が多いっていうのもありますけれども、まあ、青柳投手右なので、まあそうだな、うん、でましてやその変則だしね、はい、だからまあここら辺は左がずらっと並んでもいいとは思うけど、ね、はい、さあ対する阪神です、はい、まあ、本当に簡単だったという阪神まあ皆さん声を揃えて1番センター近本、はい、2番セカンド中野、はい、3番ここです、はい、なんでここはもう行きます、すんなりと。いや行くと思うよ。いややっぱ森下だよ。そっかそっかそっか、森下、森下、はい、やっぱここら辺でやっぱこう3人左は続けたくないという、ね、岡田監督、はい、うん、はい、で3番ライト森下、森下選手で4番ファースト大山選手、はい、で5番サード佐藤輝、はい、で6番ここでは悩んだ、はい、レフト前川、前川京選手が悲願の開幕スタメン、やっぱ彼のバッティングはちょっと下味違うな、うん、うん、まあ、ノイジーと迷ったってことですよね。まあ、もちろんノイジーとも迷ったし、うん、まあ、他に候補がいるかなと思うと、うん、やっぱ俺の頭の中では前川しか浮かんでこないんだよね、うん、岡田監督もどうでしょう、やっぱりその前川選手の成長というか今年の、いやそれはやっぱり若手の中で一番感じてるはずだよ、野手ではね、うん、だから俺は使ってきそうな気はするよね。確かこれ去年これ森下選手、前川右京選手、近本選手なんてオール日本、日本のその外野手3名並んだらすごいよねみたいなのどっかで話してた気がするんですよ。そうなりそうですね。まあそうだな、うん、まさに。いやーやっぱ前川はこれから阪神を背負っていく選手とすれば、はい、やっぱこう開幕を経験させたいよね。そうですね、うん、まあ、本当に状態いいですしね。いや状態いいしね、うんうん、でそんなに崩れないしさ、はい、あとは守備だけだけども、うん、まあ、最初ドームから始まるということから考えると、はい、まあ、スタートでもいいのかなっていうふうには思うね、はい、はい、6番前川右京選手、はい、はい、7番ですキャッチャー坂本もうそうですね、もうここ言う必要もないですね、7、8言う必要もない。で8番は、うん、まさかのショフト木田選手、もうそこ鉄板ですよね、まあ、ここら辺はね、うん、ちょっと変えようがないというか、そうです、ね、例えば小畑が急成長してるとかさ、うん、ね、梅ちゃんが絶好調とかさ、はい、まあ、そうなってくるとねちょっと、うん、こう変わってくるのかなと思ったけども、やっぱ坂本も順調、木浪も順調、はい、まあ、怪我なく来てるし、うん、ただ状態的にはそんなにいいとは思わないけども、まあでもこの2人は外せないでしょ。もう完璧そうですよね。そうでしょう。で考えるその岡田監督が今年のキャンプの前に、いやいや去年の同じ人では戦えはしないよと言っていたんですが、蓋を開けてみるとやっぱり去年とほぼ、まあ、前側だけだよね。そこだけです、ね、まあ、そこだけ変わってくるかなという、ただ前側がいい刺激剤になってくれるとね、いいです、ね、起爆剤というかさ、まあ、なってくれるといいなっていうふうに思うけども、まあ、近本も順調だし、まあ、なかなか状態的にはねオープン戦悪いと言われてるけども、はい、まあ、本ちゃんになったらちょっと変わってくるだろうし、うん、まあ、森下はね、まあ、2年目の成長というのも見れるし、はい、まあ、大山がな、
ちょっとオープン戦の始めっていうのはあんまり良くなかったけども、うんうん、まあポツポツタイムリーも打ってるし、うん、でサトテルも一番の成長率だっていうふうに考えたけども、うん、まあオープン戦はあんまりねそんな芳しい結果は出てないけども、うん、まあ本ちゃん慣れたピッチャーとかに対戦していくとやっぱその成長度を見せてくるかなっていうふうにはちょっと期待してるしね、うんうん、で前側はちょっと一味違うし、そうですね、うん、まあ坂本はやっぱ安定的な、うん、力も出すし、はい、で木浪が昨年みたいなバッティングがちょっとできてない、あ今まで、ま、ここまでね、はい、だからここら辺がどう調整をしてくるか、うん、まあ、そこだと思うけども、うん、スタートから外れるっていうことはまずないと思う、うん、そうでしょうね、うんうん、で青柳と、はい、青柳は去年とは全然違うな、全く違いますね、あ、まあ、安定してんな、うん、だからこれが本ちゃんでも出せるとね、はい、まあ、変な力みも入るだろうしさ、うん、だからまあそこら辺がちょっとねベテランとはいえ開幕という独特な雰囲気、まあやってるからね、経験値があるからね、そうですそうです、だからまあそんなに心配する必要はないとは思うけども、うん、まあ相手が巨人左が並んでる、うん、ね、まあここら辺がどう出てくるか、ね、そうですね、はい、いやこう見て面白いのはまあ指揮官が巨人は変わったというのもありますけれども、その巨人はやっぱりこう新しい名前だったりとか久しぶりに戻ってくるメンバーのこう打順、うん、一方阪神はやっぱり去年の優勝したメンバーとほぼ同じメンバーということで、まあそうだね、あの対照的な、ね、2チームだと思うんですけれども、うん、戸郷がねちょっと心配だな、あそうですか、不用意な1球がある、だから立ち上がりパーンとやられてあとは抑えるんだけど、はい、その立ち上がりの失点が、うん、まあ、阪神の投手陣から考えると命取りになるっていう可能性もある、なるほど、だからやっぱり戸郷がねうまく立ち上がったら、うん、本当投手戦が続いていくと思うよ、逆に阪神はその戸郷投手の立ち上がりを攻めたい、攻めるしかないと、ところこれはもう調子に乗ってくるとあれだよな、あのバンバンはまっていくピッチしますもんね、だからこのガードはその先発ピッチャーがいい立ち上がりをしたら、うん、7、8、9の勝負になってくる、ここはじゃあこのカードは7、8、9が勝負になる可能性もあると、 だ、ね、だから西舘、中川、大勢が新しいね、新しい3枚が、まあ新しいだ、大勢は新しくない、中川はまあ新しくないけど、はい、西舘がどうかなというポイントを握ってるよね、そうですよね、でまあ阪神の方は、うん、まあゲラ、はい、これが抑えとして、うん、勝ってたらどういうふうなピッチングをするか、あの臨機応変な、ね、ピッチャーを出してくるので、まあ、まあそうだな、監督は、はい、一人一冊で来るからね、はい、で左ももうこれだけ並べられると、うん、変えるタイミングっていうのももうイメージしてるだろうしな、もう今から多分岡田監督はね、そうだな、変幻自在に考えてるんでしょうけれども、はい、さあ注目、ね、まあ、楽しみだよ、そうですよ、本当に伝統の一戦と呼ばれてる注目の巨人阪神戦は東京ドームで18時15分プレーボールです、はい。